〇〇〇〇。日付が変わった。新しい一日の始まり。〇る〇〇。提督が夜更かしするなら、私も付き合う。もしかして、私が寝るのを待っている〇二〇〇。提督一体何をしているの〇三〇〇。 この時間に食事をとると人間は太るらしい。おはようそれともおやすみ〇四〇〇。夜が一番深い時間。〇五〇〇。提督、私と一緒にコーヒーを飲む〇六〇〇。 館内照明を夜間モードから中間モードに切り替える。〇7〇〇人間の営みが動き出す。今日の天気は多分晴れ。〇八〇〇作戦行動開始。まずは今日見るアニメの録画予約をセットして。〇九〇〇 挨拶の言葉は、まだおはようそれとも、こんにちはひとまるまるまる。朝でも昼でもない、中途半端な時間。中途半端って何、何午前のティータイム、ひとひとまるまる。私は今ンと違って、紅茶よりも、甘いココアが好き。 ひとふたまるまる。ランチの時間。今日のメニューを教えて。ま三まる。急速浮上して、乾杯で日向ぼっこ。気持ちいい海風。このまま一日が過ぎていくのも悪くない。あ、ま四まる。甘いお菓子でちょっと休憩。 人5〇〇は、おやつの時間。1 6〇〇、午後の4時。提督もう人を頑張り、ようそろー。人7〇〇、浮上して、一緒に夕焼けを見てくれる提督1 8〇〇、提督も手伝って、晩ご飯の支度を始める。 1 9〇〇。海の底から美味しそうな匂い。今夜のメニューは、魚雷型コロッケ。二たま〇〇。デザートは別腹。でも、メンタルモデルはいくら食べても太らない。ふたひと〇〇。低徳が頭を洗ってくれるなら、お風呂に入ってもいいけど。ふたふた〇〇。見ちゃだめ。 提督、日記をつけてるんだから。もし見たら、全力でぶっ飛ばす。二三〇〇。長い一日の終わりの時間。心配しなくてもいい。提督が眠るまで、一緒にいてあげる。